ハイディクルムは、ドイツ出身の女性ファッションモデル、女優である、スーパーモデルの一人、ビクトリアズ・シークレットのモデルなどを務めた。面白半分で応募した、モデルコンテストで優勝してしまい、モデルとして活動するようになったという、ビルケンシュトックからサンダルを出したり、香水やジュエリーのデザインも手がけている。また、マイフェイバリット・キャンディーズというお菓子のブランドも展開している。 発売しているのは100%シュガーフリーのグミでヨーロッパとアメリカで入手可能である。テレビ出演も多い。現在、リアリティ番組、プロジェクト、ランウェイの司会を務めている。1997年に美容師と結婚したが、2002年に離婚。2004年にフラビオブリア・トーレとの間に娘を設けたが、2005年にイギリスのミュージシャン、シールと結婚し、 二人の息子を設ける。2009年10月9日、女児誕生。二人は2005年のピープル氏の最も美しいカップルのうちの一組に選ばれている。2008年にアメリカの市民権を取得。スーパーモデルの長者番付では常に上位で高級取りなモデルの一人として知られており、2010年12月、バンメディアインターナショナルによると、 ロサンゼルスの住宅地一帯が堀で囲まれ、住民以外は入れないようになっている高級住宅地ブレントウッドに1 3 4 0万ドルで豪邸を購入し、一家で引っ越すことにしたという。この豪邸にはベッドルームが8部屋あるほか、スコットランドから輸入された1603年製の暖炉とナポレオン・ボナパルトがフランスで使っていたという暖炉が備え付けられているという。 2012年1月、シールと離婚。その後、長年一家のボディガードをしていた男性と付き合っていたが、2014年1月に破局した。その後は、現代芸術家のジュリアン・シュナーベルの息子で、合唱、キュレーターのビトー・シュナーベルと交際していた。2018年、トキオホテルのギタリスト、トム・カウリッツと交際していることを公表。2019年8月、 カウリッツと結婚した。http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュ people スラッシュハイジクルームバイオグラフィー httpomg yahoo.com ニュースハイジクルームせず she wants to be 2% 80% 98フレンズ %e 2% 80% 99 is sealed this is on relationship with bodyguard h t m l h t t p w w w d a i l y m a i l c o u k t v s h o w b i z a r t i c l e 3 2 5 1 5 8 6 p h y g i c r o o m 4 2 y a n g a r b o w b e a t s h e n a v e l 2 9 z m i l a n h t m l ありがとうございます。